全日本の、ね、ジュニアのユースに代表に選ばれました。おめでとうございます。ありがとうございます。あと何回か入れ替えがあるようだから、それも頑張って残ってレギュラーとして残りたいです。今までやった中ではやっぱヨーロッパ、もうドイツ行ったりフランス行ったりしましたけど、やっぱ向こうのサッカーはまあ日本と比べても数段まあ上手いとこがあったりするから、できればやっぱヨーロッパとか行ってやりたいという気持ちはありました。試合に出れるように頑張って、チームのために少しでも貢献できるように頑張りたいと思います。まあ、U19 としてはやっぱワールドユース優勝ということで、まあ、J リーグとしては、まあ、早くから出て第1ステージ優勝したいですね。日本を背負ってという気持ちは全くないですね。もう自分のために本当にそういう売り込みたいし、オリンピックへ例えばアジアで勝ち取って出ても、もうボロ負けしたら出た意味がないですし、もう参加者じゃないんですからね。アトランタオリンピックナイジェリア戦、永田は恐れなぞ抱かなかった。しかし周りの選手がついてこない。ディフェンダーにもっとラインを上げてと攻撃的な注文を出した永田を西野監督はたしなめたという。19歳の少年のウィルは
指揮官の戦略の中にはなかった。理解できない。昨日の相手もね、そんな強いわけじゃないし、前から行けば全然ボールも取れると思うんですけど、それがちょっと理解しかないところありますけど。続くハンガリー戦、出番なし。中田のアトランタは終わった。本当に攻めに関しての自分の実力等を試すチャンスがなかったので、あまり有意義な大会とは言いづらいものがあります。いいですよ。中田ドリブルで持ち込む。岡野が走る。そうです。さあ抜けた。野人走れ。
1対1、そしてクリアされた。中田へのボール、なぜ打たないという中田の表情です。岡野打ってもよかったですけどもね、ロペスが奪った、中田がキープ、まだ持っている、ドリブルで上がる、ドリブルで上がる、左足どうか、こぼれている、やったー、最後は岡野、日本勝った、日本勝った、ワールドカップ、やったー、やったー、勝った日本。まあ試合やってる上では普段やってる試合と全く変わらない状況だと思います。感想としては個人的にはあまり差はないと思います。日本での中田の評価は様々だが、現地フランスでの評価は高かった。フランスのレキップ誌ではクロアチア戦での中田に 7.5 点という高いポイントを与えている。この試合で決勝点をマークしたシュケルをも上回るこの数字に中田への評価の高さがうかがえる。さらにワールドカップの総括として今大会評価を高めた10選手を発表し、その中には中田の名前も挙げられていた。小さい時に、中田君ご自身がこうワールドサッカーっていうものをこう夢に描いたのっていくつぐらいでした？耳にしたりしたのは、まあ、僕今でもそうなんですけど、あんまり見ないんで、うんうん、昔からサッカーとか、うん、あまりそういう描くということはなかったですね。うん、今回ワールドカップに行って実際にその現地を踏んだ時のイメージってどんな感じでした？まあ、あとまあそれからいろいろ話聞いたりして、うん、まあ、すごい大きな大会だと思ってたんですけども、うん、ただ実際試合やってみると、まあ、イメージしていた以上に全然大きくなくて、うん、まあ、試合やる分だったら J リーグとは全く変わらないぐらいで、まあ、特に日本人のサポーター多かったですし、今回このペルージャというチームに移籍してきたんですけども、まあ、僕にとってもチームにとってもいい年になるように全力を尽くして頑張りたいと思います。出したんですよね。そうなんですよね。さあ中田、中田シュート、決まった、決まった、セリア、いきなりクライマックスやってゴールゲット、後半の6分、中田クレトシ、もう一度ご覧いただきましょう。ヤスト間にまたペルーでチャンス、ヘディング、
日本代表監督トルシエは当初中田は呼びたいが、いないならいないで何とかなると考えていた節がある。中田は何をもたらすかという質問にも、ce que peut apporter Nakata, Nakata il peut apporter 300 journalistes. Il y a au Japon des joueurs aussi bons que Nakata et Nanami. Simplement, ces joueurs-là ne bénéficient pas peut-être de la même retombée médiatique. Avec Nakata ou sans Nakata, mais nous avons des possibilités de faire une bonne équipe. World Youth で準優勝。才能をきらめかせていたトルシエベイブスに全幅の信頼を寄せていた。だが、小野伸二の負傷。今一つ突き抜けられないフォワード陣。そして中田は招集された。この時彼がもたらしたものにトルシエは素直に脱帽した。Je crois qu'il a contribué à donner une autre dimension à l'équipe. Tous ceux qui sont autour de lui contribuent à le bien faire jouer. Donc c'est aussi un problème d'unité. Et Nakata a su se fondre dans cette unité qui existait déjà. Nakata がもたらしたもの、それは Will、すなわち意志、勝つという意志、勝負を挑む意志。例えばドリブル、切り込み、ファールを誘い、倒されてフリーキックとなればそれでよし。これが常識。だが、中田は倒れない。ディフェンダーは覚悟してファールを犯す。体勢を整えるための時間を稼ぐためだ。だからあえて、もう一歩、二歩、行けるところまで。フリーキックという不確実な未来ではなく、今この瞬間にかけるのだ、という意志。そういうところを見習いたいっていうのは綺麗全部だよ筋力だよボディービルで筋肉の鎧を身にまとうことはできる。だがそれは臨床性と引き換えだ。しかし中田はスピードを殺さずに鋼鉄の肉体を作り上げた。同世代の選手たちに与えたインパクトはどれほどのものか。そして始まっている。オリンピック代表総中田ボディー化。オリンピック代表は永田のウィルに染まった。言葉ではない、彼のパスが、行動が選手の背中を押し、新たな領域へと進ませる。百聞一見に近づくってやつですよね。まあ、聞いてるだけだとやっぱり一緒にやったり見たりしてるのってのは大きく違うところはありますし。
しかし決勝直前、リーグ優勝のかかったローマに戻った中田に指揮官が激高したのである。Les autres ont travaillé longtemps avec moi. Tous les joueurs, sauf Nakata, ont travaillé dans le laboratoire. Nakata a beaucoup de retard. Nakata a beaucoup de retard sur le plan collectif. Un élément comme Nakata est un élément important sur le plan individuel. Que sur le plan collectif, sa présence est plus ou moins discutable. On s'aperçoit que parfois l'équipe joue moins bien avec Nakata. Nous sommes dans une phase, encore une fois, de finalité. Donc c'est effectivement le résultat de ce processus de trois années. C'est vrai que le tandem Nakata Ono a très bien fonctionné. Ça fait plaisir de voir comment ça fonctionnait, de travailler pour cela. Et la Coupe du Monde, je pense qu'il faut qu'on y aille avec un état d'esprit, avec un gros cœur. Ouais, bah, il faut que nous chagrons avec Zendé. Mais dès que l'on a fait le tour, nous avons fait le tour. 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 Nous avons fait le tour.あと上にはカズさん、井原さんがいて、まあ、本当に自分の好き勝手にやってっていうその楽さ、ついていけばいいというだけの楽さって非常にかあったんだけども、まあ、昔よりはその、まあ、個人の、その移籍のためというよりもやっぱり、まあ、チームとして結果をという気持ちはやっぱり徐々に大きくはなってきています。まあ、この3戦という結果はまず
経験がそれほど多くないこのチームにとっては非常にいい滑り出したとは思います、ね、まあ、ある意味持たせられていたっていう部分は中盤はあったと思うんですけど、ちょっとっていうのがいつも言うようにまだまだJe pense qu'avec Nakata et Nakamura, l'équipe du Japon je vais pas dire trouver parce que c'est des joueurs que tout le monde connaît maintenant, mais ils ont deux joueurs, ils possèdent deux joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment et Nakamura.確かに日本代表の選手の技術は上がったとは僕も思います。ただやっぱり技術がある、本当にある、それが差につながるっていうのは本当にトップレベルのその本当に上手い選手、うんうん、もうトラップをワンタッチでその差が出るっていうレベルにいかない限りは技術で差が出るっていうのはなかなか難しい、yeah. ちょっと上手い、ちょっと下手っていうのは、うん、逆に言ったら気持ちでカバーできちゃうみたいな、うん、Aí está na hora de eu abandonar o futebol. Isso é tudo dentro do futebol. E por Hide は感知しない怪我に苦しむ。かつてのパフォーマンスを取り戻すための苦悩の日々。コンディションに不安を抱えたままの代表復帰。チームメイトの反応は。いや間違いなく貴重な選手だと思いますし、まあ入って当たり前かなと。Saiba que ele é importante ainda para a seleção japonesa. Então eu quero que caso ele possa vir, venha com esse espírito. やっぱりヒデが持ってる経験というのは抜きに出てるものがあると思いますし、苦しい状況になった時にそういうものが発揮されると思います。ただこの1年間いない中でやってきた部分というのをみんなも大事にしながら融合できればいいと思ってます。
正直僕システムが興味ないんで、日本が 3-5-2 だとか 4-4-2 だとか相手がどう来るとか、別にシステムサッカーやるわけじゃないんで。紙面を騒がせた中田問題、結構追い詰められたと思うわけ。彼的にはどう、それはどうだった、瞬から見て。例えばトッティとかな、トッティさんときたってさ、トッティよりいいプレーしてんのにさ、やっぱりローマっ子だからどうしてもトッティに取らねとか、そういういろんな経験してるから、今回なんかちっちゃいでしょ。やっぱヒデさんも今までこう離れてて、でこの前結果が出なかったから相当こう自分の中に考えるというか、そういうものもあったかもしれないんですけど、僕らにはそういうこと絶対言わないから分かんないけど、まあらしくないというか、そういうプレーも何個かはあったかもしれないですけど、でもやっぱヒデさんがね、やっぱがチームにもたらしてくれるものっていうのはすごいものがあると思うし、やっぱリーダーシップだったりね。 Depois, eles vieram falar comigo a respeito da formaçãoem relação a três zagueiros ou quatro zagueiros, mas isso não modificava nada porque まあ、それだけをもう目的としてやってたんで、まあ、結果としては非常に嬉しい結果で、まあ、よかったと思います。まあ、本当に試合試合厳しい試合をすると思いますけども、まあ、もっと本当に個人個人まず1対1で勝つということを、ね、基本でやって、最後まで頑張りたいと思います。どういうやり方をするとか、どういう選手でやるということよりも1対1で負けないからもちろん試合には負けないだろうし、能力的に劣ってたら全く思ってないですし、まあ、ほとんどがその気持ちの問題、もうやる気の問題だと思うんで、まあ、その辺ももちろんみんなで話をして分かってますし。僕自身も自分が点取って勝ちゃいいかなというぐらいで思ってるんで、もちろん自分のやるべきことをやるし、ベストを尽くすわけで、勝つことだけは考えてあります。本大会で戦って勝ち抜けるだけの力はまだ
ないとは思ってます。To become member of Wonders。目標一つ入れてやったら優勝も目標であって、今から参加するわけで、負けること考えてもしょうがないし。ただそれよりも何よりも、やっぱり僕自身で自分が楽しむ、やっぱり自分が楽しむってなんぼかなっていう。だからそういう意味でやっぱり今回あまり考えすぎず、本当に自然体で、自分がやっぱ楽しんで。やはりその最初98年出た時には、うん、ワールドカップというものはどういうものか分からずに出て体験して、うん、で2002年の場合はやはり日本でやったんで、あまりそのワールドカップというものをその体感することが、うん、やっぱりワールドカップというのはその街出たりその雰囲気を見ながらだと思うんで、うん、あの時はやはりなかなか外へ出る機会もなかったですし、そういう意味で今回3回目ワールドカップというものも分かってますし、今のチームというのはその技術的に何が足りないとか戦術のこれが足りないとかそういうことというよりも、持ってるものを最大限に引き出して、そのやり方、その技術的にも戦術的にもそれを引き出す、あとは精神的にも引き出す、それだけで本当にワールドカップも十分いい戦いができるチームになると思うんですよね。ワールドカップの2週間とかそこで本当にしっかりやれば、まだまだこのチームは伸びるっていうのは思ってます。チームの雰囲気っていうのはいいですよ、まあ、声を掛け合って修正していく部分はまあやっているつもりですし、今からあまり熱気を詰めてもちょっとそこまで持たないと思いますし、まあ、この時点ではこれぐらいがちょうどいいんじゃないかと思います。パス回しをきちんとやればこういう強い相手でもきちんといいサッカーができるということはある程度自分たちの自信になったんじゃないかなと思います。収穫はないですね。どういうプレーをする以前に、まあ、走らないことにはサッカーはできないので、まあ、その根本のところからできなかったというのは今日の試合だと思います。チームはそのワールドカップを戦うという雰囲気というのはできていると感じますか？今日の試合を見る限りはできてないと思います。それはあのコンディションの部分でしょうか、気持ちの部分でしょうか？気持ちです。まあ、前半は危ない場面もありましたけども、それでもまあ自分たちのある程度ペースで入れたかなと。オーサイドセンターの大きな違いはやはりそのディフェンスラインがある程度高く保ってたっていうのが良かった部分だと思う。決戦を前に中田は自身のホームページで胸の内を語った。全力でブラジルを倒しに行く、1対0で勝つような試合ではなく、もしかしたら3対4で負けてしまうかもしれない、そんな試合をしたいと思う。ともかく守らなければならないものは唯一誇り。これまでの自分の人生のために、これまでの自分に関わってきてくれた全ての人のために、そして最後の最後まで自分を信じ続けているみんなのために、全てを尽くして戦ってきたいと思う。この試合が最後にならないことを信じ続けて。次の大会もありますけれども、はい、半年ほど前からこのドイツワールドカップを最後に、およそ10年間過ごしたプロサッカー界から引退しようと決めていた。新しい旅はこれから始まる。今後プロの選手としてピッチに立つことはないけれど、サッカーをやめることは絶対にないだろう。最後まで信じ応援し続けてきてくれたみんなに、心の底から一言、ありがとう。
もともと彼はサッカーが大好きだったという選手でしたし、彼は常にピッチ上では 100%、120% 以上の力を出して真剣に取り組んでいたということは僕らには伝わってきました。そのなんか日本の本当に苦しいところを全部背負ってきちゃったっていうね、そういう部分もちょっと悲しいなと。これが、この日本のサッカー界というか日本のプロサッカーの歴史ですね、日本のプロサッカーの歴史はこの中田英寿選手と共にあったなと僕思ってるんですけど、はい、僕この93年にJ リーグに僕も当時開幕当時からプレーしてましたけど、この時彼実は高校生なんですよね、はい、まあ、つまり J リーグ開幕を高校生としてまだプロじゃない年齢から見ていた、彼に一言言いたいんですけど、いつの日か、監督として日本代表に、戻ってきてほしいです。まあ、彼が監督として日本代表を率いた時に僕は日本代表ワールドカップ優勝の初めてのチャンスが訪れると思います。お願いします。日本はラインを低くディフェンスラインが低ければ低いほど自分たちのサッカーができなくなる。でこれはもう明らかなことで、逆に高く保てれば保てるほど自分たちのサッカーができる。オーストラリア戦にしても自分たちのディフェンスラインは自分たちの自陣のゴールのペナの前あたり、そこから全く押し上げられなかった。まあだから理屈から見ると負けて当然の試合なのかなっていうのは、高さが怖かったらラインを逆に上げればいくらヘディングで負けようがそのままゴールに結びつくことはないけども、ラインが低ければ低いほどヘディングに当たればそのまま入る可能性もあるし、逆に言うとリスクを多くなる。もうあの 4-1 の状態でもうそこからね3点5点取るなんて無理な話じゃないですか。無理だと分かりつつも走ってる自分もなんかピエロみたいで笑えるなと思いながらも、無駄なのも分かってんだけど、ただ、やっぱりそこでやめちゃったら本当に意味のないもので終わっちゃうのかなっていう自分の中で、だそれをやっぱ何か意味のあるものにするためにも最後までやっぱとにかく何が今できるか、じゃあ何ができる、点が取れない、ボールが取れない、何ができると走るしかできないし、それすらもやめてしまったら全部自分にも全部負けてしまうのかなと思って、やっぱりこのワールドカップってのは自分にとっての本当のワールドカップだったと思うし、全力を出してたそのワールドカップだと思うし、それがこういう結果で終わってしまうっていうことにまず悔しかったですよね。まあそれプラスやっぱりそういうこれが最後になってしまうのかっていうのはなんか、本当にねかっこいい幕切れじゃないし、まあどういう感情というかなんかいろんな感情が一緒に全部出てきて、自分でもどういう感情だとは今説明できないですけど。